ねえねえ、マグネット女子って知ってる？磁石のように人を引きつける魅力を持った女子のことを言うんだって。そんなマグネット女子になるためのヒントをくれるのがこの2人。今回は目を引く SNS テクニックをテーマにマグネットトークスタート。サリちゃん、いつもインスタおしゃれだよね。はい、頑張ってます。この写真とかめちゃめちゃ好きなんだけど、何かアプリ使って撮ってるの？いや、アプリは画質が悪くなるんで今は使ってないんですよ。アプリのカメラは使わない？その理由は？髪質とかメイクの色味を綺麗に見せたいんで、一眼レフとか最新の iPhone とかでまずはノーマルで撮るようにしてます。で、その後にピトゥっていうアプリを使ってクマとかシワとかちょっとだけ加工してます。さすが一眼レフで撮った写真。アプリ加工した後も画質はそのまま、めちゃめちゃ綺麗。今度はテルさんのテクニックを教えて。いろいろあるんだけど、今は奥行きがある空間で写真撮るようにしてる。プロは背景にこだわりが。こんな感じで壁際で撮るとベチャってした写真になっちゃうんだけど、後ろが抜けてて奥行きがあると光も回って全体が明るくなるから髪の毛も綺麗に見えるし、立体的に見えるから。確かにこっちの方がめっちゃおしゃれに見えますね。 KBC 公式 YouTube でプロのヘアアレンジ術公開中。